隣の方のキーボードの音がうるさく読書に集中できませんでした。ご確認のほどよろしくお願いしますと、うん、送信 OK。 プレゼンの資料見直さないかんかったんや。どこに保存したんかいいなと。あ、これこれこれ、よいしょ。こちらの改善、じゃあ違う違う、外線って何やね。ポイントのキーボードの音だけではなく、独り言も大きい女性、もう席を移ろうかと思ったその時、あ、ちゃうがな。綺麗なお姉さんのユニークな対応でスカッとしました。抽選くじにクレームをつける女。これは私が働くショッピングモールで抽選会を開催した時のお話です。ねえちょっと、はい、一等の赤玉なんてどうして出ないんでしょ。私昨日から5度目だけど、当たるどころか当たった人見たこともないわよ。詐欺よ詐欺よ。いえそんなことはないです。どうだか困りますね。7500円のお買い物していただいたので3回お引きください。続いていきます。おめでとうございます。未等賞です。景品はこちらです。何よこれ、いらないわよ。どうせ安物でしょ。私はね、旅行券が欲しかったの。もういいわよ、どうせ一等の赤玉なんか入ってないんでしょ。詐欺よ詐欺よ詐欺よ。詐欺呼ばわりまでして文句を言うお客様、どうしたらいいか困っていたその時、お皿なんて家に売るほどあるのに当たんないわあれ。絶対赤玉ね入れてないのよ。おめでとうございます。一等賞です。あらあら、はい、旅行券です。ありがとう。おばさんこれあげる。だっておばさんはこれが欲しかったのに全然当たらなかったから店員さんに怒ってたんでしょ。かわいそうだからこれあげるよ。いいのよ僕ね、旅行楽しんでね。欲に駆られない純粋な少年がスカッとさせてくれました。小銭でお会計する迷惑男。それはお店のレジが混み合っていた時のことでした。お待たせいたしました。ごちそうさまです。ありがとうございます。お会計1317円になります。1317円ですか。よいしょと春日っぽいな。これリアルだな。リアルやな。ありそう。17円。ありがとうございます。端数を先に払ってくれたのだと思っていたのですが、あと1300円ですよね。はい、ちょっとここお借りします。いやうわ、これは遥かすな。これはきついね。なんとそのお客様は会計をすべて小銭で払おうとしていたのです。迷惑や。ね、急いでる方もいる。あのお客様、細かいのしかお持ちじゃないですか。いや、見ればわかりますよね。ち
ょっと今数えてるんで話しかないでもらっていいですか。10あれ10あれ、いやもういや、ちょっとこれ分かんなくなっちゃった。みんな待ってるよ。ちょっとあの責任持って数えて。わかりました。後ろの方がお待ちなので後からでもいいですか。いやそしたら私が待つことになるじゃないですか。いやあなたが数数えて終わるでしょ。今すぐやってほら、ほら。数が何を言っても理解してもらえず仕方なく小銭を数えることに。なんか遅いな、もっと早くできないかな。早くしないと後ろの人に迷惑ですよ。待ってるから。すごい、すいません、なんか遅くて。理不尽なお客様にもう我慢の限界でした。しかし次の瞬間。お待たせいたしました。お客様すべて数え終わりました。はい、ご苦労様。お釣りください。お釣りはありません。え、嘘でしょ。嘘ではありません。12円足りませんでした。足りない。あと12円どうなさいますか。え、うわどうしよう、うわやばい。え、なんかすいませんでした。あのすぐ取ってきますね。すぐ帰ってきますね。すいません、これ預けて。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。謝るお客様を見てちょっと許してあげようと思いました。静かなカフェで大声で電話する男。これは私が働くカフェに訪れた迷惑なお客様のお話です。おいおいおい、ふざけんな。本当にお前は何が言ったら分かるんだ。こっちはお前のために使ってるぞ。もう怒ってんのか。頼むから大声を出させるな。なんで俺がお前のために俺の喉枯らさなきゃいけないんだよ。おい何の目だこれで。おい、他のお客様の迷惑になるためさすがに注意しようとした次の瞬間。今回で最後にしてくれよ。本当によ、お前なんかのために大声出したくないんだよ。だったら私が代わりましょうか。あ、大声で喉を痛めてしまうなら私が代わりに大声を出しましょうか。誰自分は大学で応援団の団長をしております。喉を痛めず腹から大声を出す方法を心得ております。ですので向いていないことをなさらず大声はお任せください。私たちに。おーおー、あ、いや、あの、お気遣いなく。はい、失礼します。迷惑なお客様はあっという間に退散していきました。さあどうでしょうか、押してください。どうぞ。レイズバット。キーボードを叩く浜田真理さんとかやっぱ嫌でしたね。強い人いますよね、何でもかんでも。楽屋挨拶とかもなんか暴動が起きたんかっていうぐらい、あのゴン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 って来る人いるじゃないですか。鈴木奈々ちゃんね。奈々ちゃん鈴木奈々ちゃんパッパッパーって来ますから。怖い。奈々ちゃんはだから3つ隣の楽屋やから、うわ来る来る来る。一個さんは匂いで分かるよね、近づいて。さっき乗ってたエレベーター分かりますから。一個これ乗ってたらさ。ここで恒例ゲストの幼い頃の写真を大公開。わかる、もう顔が美形ですね。バレエが好きだったので、なんか多分妄想の世界に多分入ってるんですよね。すごいテンション高いのか低いのか分かんない。さあ続いてはこちらの方。いやこれもう僕ですよ。この番組でこれ何回目ですか。いつでも出せるようにしてあるんです。いいですよ、ストックしなくて。これと春菜の成人式の写真はいつでも出せるようにして。いいですよ。さあそれでは続いての体験談に参りましょう。スーパーの迷惑客のお話です。どうぞ。本当にいたスーパーの迷惑客、商品をレジに預ける迷惑女。これは私が働くスーパーで遭遇した困ったお客様のお話です。いらっしゃいませ。
あれも買っちゃおうっとよっとあっはいこれお願い。いらっしゃいませ。かしこまりました。その方のレジ対応をしていると、あら安いね、ごめんなさい、あのね一つ買い忘れたものがあってすぐ戻るからちょっと待っててちょうだい。すぐよ、すぐやったらいいよやってる間にね。カゴをレジに置いたまま買い忘れたものを取りに行くお客様。すいません少々お待ちください。ほんの少しの時間なら仕方ないと思ったのですが、すいません、はいこれもお願い。ただいまよりお惣菜のタイムセールを行います。タイムセール、お惣菜、あちょっと待って、あともう一つだけ買い忘れたものがあるの、すぐ取ってくるからちょっと待ってて、ゆっくり進めててちょうだい。いやあのお客様、すいませんちょっと忘れ物ねあらみんな待ってるから。そう言って再びレジを離れたものの、その方はなかなか戻ってこず、その方どうするの。はいはい、お待たせしました。あれ、あら、あら、ちょっとあんた私のカゴは、あのなかなか戻ってこられなかったので一旦キャンセルにさせていただく。なんで、私待っててって言ったわよね。いやいやこれは当然ですよ。ですが皆さんお待ちですね。約束が違うじゃないの、戻ってきたんだから私の分早くしてよね。はあ、ではこちらのお会計だけ。あんちゃんもういいわよ、そこまでやったんだったらもうたく、ほら早くして、早く早く。なかなか戻ってこなかったのにもかかわらず自分の会計を早くしろとせかすお客様。わがままぶりに誰もが呆れたその時、あすいません、少し待っててもらってもいいですか。私買い忘れたものがあって。え、もうすぐタイムセールが始まるの忘れてました。すぐ戻るのでこのまま待っててください。このままってちょっと何言ってるの、私に待てって言うつもり、はい買い忘れですから。そんなこと許されるわけがないでしょ。後ろで待つ私の気持ちも考えてよ。追加で買いたいもんがあるなら並び直すのが常識でしょ。そうですよね、買い忘れたからといって他の人を待たせるなんて身勝手なことですよね。うん、後ろで並ぶ人の気持ちを考えたら非常識としか言えませんよね。どうもすいませんでした。あ起点の聞いたお客様の言葉で見事解決しました。おさあどうでしょうか、押してくださいどうぞ。ベストポーズ。